どうも、今回は不思議花使ってランクマッチ潜っていこうと思うんだけど、今回の持ち物はね、物知りメガネに、進撃メガネに、こだわりメガネね、超特攻特化構成で、技構成はね、久々にね、ソーラービームが使いたくなった。だからもう超高火力ソーラービームと、あと、あれだね、正直ソーラービームって、特攻を上げてもそんなに恩恵をね、受けたりはできないんだけど、なんだっけ、体力依存だっけ、体力依存でダメージとか出すからね、ちょっとは意味はある。少しは、意味はあるね、特攻を上げておいて。で、そんな感じで加えて、あと特攻を上げておけで、ちょっと待って、2ポイントずつちょっと行きたかったんだけど、取っちゃった。そう。それに加えて、やっぱ、強化攻撃も特攻乗ったりするし、あとはヘドロ爆弾だ。今回ヘドロ爆弾とソーラービームでやっていこうと思うんだけど、ヘドバクと強化攻撃の、火力もね、やっぱ上げていきたいからね、それは特攻乗るから。だからしっかりと進撃メガネの、火力をね、ここで、上げていくぞ。セカセカと。で、葉っぱカッター打っておいて、野生モンスター狩り結構早いからね。だから5ポイントしっかりと詰め込んでおいて、俺はちょっと逃げ帰っていけないかもしれない。もしかしたら。がしかしゼロオーラやれるぞ。これやれそうだな、こいつ。やれそうだな、どこにいる?ナイスー、いいねー。最高。でも、アクアダンがね、全然ね、レベル稼げてないっぽいから、そこでアブソロと一緒に行くしかねえな。2対2かな、これきっと。2対2な気がする。これ、ちょっと葉っぱカッター打つ。あー、いいダメージ。そしてヘドロ爆弾覚えておいた後は、向こうにポイッと、ゲロをしっかりと吹きかけていく。あー、死ぬ。俺が死ぬ。葉っぱカッター使え。葉っぱカッター、ナイス、いいね。ただでは転ばんぞ。おい、毒が結構効くんじゃねえか。で、強化攻撃、あ、バチーン、ははははは。いいね、いいね。ちょっとヘドロ爆弾しっかりと、適当に置き散らかしていこうか、この辺に。この辺に置き散らかして置いといて、で、葉っぱカッター使っておいて、毒ダメージとバチン、ははははは。なんか俺たち、野良だけどさ、スイッチしたね、中央レーンの、なんだっけ、アブソルと、名前忘れた、あいつ名前忘れたんだけど、アマージョか。アマージョがね、チェンジしてるんだよね。めっちゃいい感じじゃない?ナイスチームワークって感じある。まあ、一旦これさ、3人でさ、そこちょっと潰しに行かん。ちょっと俺ソーラービーム覚えろ、これ。ナイスです。したると言ってる。ナイスです。これもうソーラービーム覚えたから勝ったよ、正直。これも行くしかないっしょ。さあ、あとはゴール内にしっかりとヘドロ爆弾巻きつつ、で、ソーラービーム当たったね。俺はソーラービームを覚えてるからな。あとは、まだかな。いけ、ソーラービーム俺がこのしんがりを務めるぜ。これいいぞ、めちゃくちゃ。やっぱいい。あそこに打って打って、ソーラービーム、味方が来るまで耐えよう。味方が来るまで耐えていこう。ヘドロ爆弾打っておいて、で、張りながら、あとは、ソーラービームやばい、めっちゃ当たってる。あとは、毒ダメージしっかりと置き散らかしておきながら、バチンって止めておいて、ちょっともうちょっとガツガツ行きたいけどな。ソーラービームちょ、永遠にこれ俺戦ってられるぞ、永遠に戦えるぞ、これ。ちょっと、でも集合したいな。あんま集合状況がね、良くなかったりもするからね。集合して、あー、くそー。まぁ、ちょっとしゃあないね。だいぶちょっときつい状況になっちゃったもんね。これはね、でも俺ももうちょっと耐えてあげればよかったな、引きながらな。欲張りさんが出ちゃった。あそこちょっと、押していきてえなっていう。ただなんでこんなきつくなってんだろう。まあ、でもいけるはず、俺としたら。ナイスリンキル。超でかいよ。で、9レベルになるのもありだな。ちょっと一旦、あり。で、カチリガメを殴ってるから、俺があそこに、とりあえず巻いておいて、あそこに向かって、まだか。ソーラービームこれが、不思議バラなんだよな。あと、分からせるこいつを。待って、当たってる。ちょ、氷一本打っちゃった。まあいいや、2連キル。2連キルしっかりとかましておいて、で、37、ちょっと決めておいて、これちょっと決めたいけどさ、集合できるかな。いや、まあ一旦ちょっと、氷一歩借りつつ、5ポイントも入れておいて、これちょっとやりたいけどな、やりたいって壊したいけどね。あ、これいけそうかな。ワンチャンいけそう。まあ落ち着いていこうか、一旦落ち着いていこうぜ。いないとさ、ちょっとあれしちゃったからさ。で、まあロトムのところは、まあ大丈夫でしょう。多分、人数はこっちの方が、2対2で結構やってるから。ソーラービームおじさんどこ行った?違う。これやばいな、結構は来たな。一旦引きながら行こう。もう俺、ヘマな死に方せんからな、もう。あ、ソーラービーム打てそうだな、あいつ。やれそうだな、あいつ。どこ行った?探せ。いるでしょ、そこに。うん。
いないね。いやまあでもだいぶいい仕事、いい削りできたと思う。だいぶやっぱソーラービームとか結構強いね、やっぱりね。でも射程圏外からバチバチにやっていくっていうのはなかなかやっぱいいからね。あとはレベル13目指していこっか。ソーラービームの火力もどんどんじゃんじゃかじゃんじゃか開けていきたいからね。あれ、ああいうやつ、ああいうやつ、え、早くね。もうザリガニの体力そんななかったんかな。めっちゃ早いと思った今。クソ早いと思った。あとちょっとなんかあいつとかやりたいけどね。ちょっとさ、これこれあいつが、うわー助けに行きたかったけど、まあ、しゃあないね。そうだな。でもカシリガメちょっと一旦もう一回取ってさ、俺たちのレベルをちゃんと、レベル有利ってもうちゃんと作っていきたい感じもあるんだけど、やばいな。俺あそこ助けに行きたかったけどさ、いけねえんだけど。助けに届くかな。さすがに帰ったね、あいつね。これ揃うかな、これ。こっちを先にロトムよりもカシリガメ取って、もうちょいレベル有利とか作りたいんだけどさ、まあ、多分そんな1レベルぐらいはみんな上がると思うから、まあ、そこでしっかりとやっていきたいんだけど、揃うかな。あ、でも揃いそう。揃いそうだね。で、ユナイトが溜まったから、あとは、なんか、骨盤ヘルニアみたいな名前のやつをしっかりとやっていきたいんだけど、ちょ、ガンガン殴ろう。もう、じゃんじゃん殴っていこう。で、しっかりソーラービーム使って取られないようにしますと。で、これちょっとさ、ここガンガン押していきたいんだけどさ、押せるかどうかはわからんな。ちょっと、23決める一旦。もう決めちゃうから、ナイス。決めておいて、あとは、ソラビーム。いいね、いいね。で、ロトムを、あ、みんなロトム処理に行ってんのか。あー、ロトム処理に行ってあげてもよかったかも。よかった感じもあったな。ただ、下レーンをね、割っておくと、次の3回目のカシリガメ戦とかあった時に、まあいいかなと思ってそっちの方やっちゃったんだよね。ちょっとね、あそこはね、ミスかもしれんな。もしかしたら、ミカと一緒にやりに行ってもよかったかもしれんし、あとは、ニンフィアがあいつ止めてるから、あ、いいね、ね。敵がね、結構調子乗って攻め込んでくると思うから、まあ、そいつらに向かって、しっかりと買っていくっていうのもいいかもしれないね。いや、ここら辺の経験値、狩られまくってんな。13レベルなれんぞ、これ。足りんぞ、これ。どっかで捕まえて、キルセント。ちょっと前出てみる。ちょっと前出てみておいて、ゼラオラあたりちょっと、しばけたらいいんだけど、いるよね、ゼラオラ。いるよね。さあ、ソーラビームいや、当たってねえな、多分あれ。当たってねえな。で、一旦そこに、ホテル爆弾置いておいて、で、削り取りながら、で、ソーラビームはっ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 は。最高。で、あとは月光語りだね。ソーラービームいけるかな。とりあえずヘドロバックの巻いておきつつ、で、バチンってやっておいて、ソーラービーム当たんねえんだよな。まあ、一旦ちょっと50決めていい俺。やってくれてるから。ナイス。ナイス。噛み合ったね。で、ロットームは、無理だね。8秒でしょ、8秒。8秒じゃ無理だと思うから、やっぱキルしたらだいぶ、あれだね、ちょっと立ち回り今回怪しいとこもあったけど、もう14レベル慣れてるから、もう満体よ。何の問題もない。あとはもう、本能に従って、もうゴールに、フリーザ戦、思いっきりやるのみよ。それだけで俺たちは、勝っていけるからな。もうロトムさすがに5秒じゃ間に合わん。さすがに間に合わん。そうだよな。今回俺たちは、ソーラービームおじさんがいるからね。安心して殴りな。ソラッピー引こナイスです。で、しっかりと、俺もユナイトハックか、ユナイト合戦しっかりとやっておいて、ソーラービームを、ソーラービームいいビーム。ヘドロバックでも巻いておいて、ソーラッピーム当たってね、最悪、当たってねえけど、やれる、こいつはやれる。ナイス持ってったナイス、いいぞ。で、これもガンガン殴っちゃおう、フリーザめっちゃ、ソーラービームとヘドロ爆弾の火力、意外とね、意外とっていうか、まあ分かりきったことなんだけど、高くて超楽しい。あれもう、エイム温まってるしね、この前なんか影の E 型ファイアローで、遠距離スナイプしまくったからね、もうエイム力はもう、もうバッチリよ、今日はもう、温まりまくってっから、マジで、気持ちいい。相手の心折れたしね、ナイスゲーム。おーし、頑張っていくか。今回やっぱ俺のソーラービームで、後ろのね、やつをやれ、後ろのやつにどれだけ当てれるかみたいなところにかかってると思うから、で、味方をね、前に出てくれる味方を楽にする。特にガブとかだね。ガブとかはね、使ってたらわかるんだけどさ、遠距離アタッカー相手にするのめっちゃ辛いもんね。だからさ、楽にしてあげるようにしっかりとやっていくみたいな。なんか、取っちゃった、6ポイント。でも2ポイントずつ行きたかった、4ポイントずつか、行きたかったんだけど、まあしゃあないね。これ持ちすぎるとさ、俺、サポーター持ってないからさ、決めにくいんだよね。てか相手ピカチュウかな。いや、ピカチュウだ。最悪。ピカチュウの何が嫌かって言ったらさ、ゴールチェンジしてくんないんだよね、ピカチュウって。大抵。
いいね、ガバイト。まずは1キル。その1キル超でかいよ。サポーター、あれ。なんだ、加速装置か。加速装置だね、あれ。さあ、しゃっぱかったら使っておいて、スーパー鍋。ヤゾランには、もう、あげない。そして流れを俺が変えていく。オッケー、落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう。これも取られないようにしっかり葉っぱカッター使いつつ、流れも変えれそうな気もしたけどな。ダースボタンからの種爆弾。種爆弾を撃っておいて、大丈夫かな、あの子。あの子、葉っぱカッター撃って、葉っぱカッター出ろ、葉っぱカッター、いや、葉っぱカッター出ない。マジか、ちょっと待って。それは無理だ。それは無理だ。逃げ、いや、俺さ、助けれないんじゃない、俺自体が弱すぎるから、助けれないから、あと葉っぱカッター使っておいて、買っていきたかったね。もう無理だ、枯れねえ、これは。しゃあないね。できれば借りたかったんだけどさ。うわ、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。がしかし、流れ変えろ、流れを変えていけ、流れを変えていけ。スーパー鍋、まずはスーパー鍋をしっかりとしばくことからだ。おっしゃ、ナイス、いいね、バチンと。でね、ヘドロ爆弾をね、しっかりとまずはね、覚えていかないとシャレになんない、シャレになんないというかじゃないか。なんかね、火力不足、圧倒的火力不足感がちょっとあるからな。さあ、ヘドバ食っておいて。どこ行った、どこ行った、どこ行った、あいつ来た、分かった。うわ、最悪。待って、おつけおつけおつけ。ナイスナイス、いいね、いいサンドイッチ。そう、やっぱサンドイッチをしっかりとね、やっていかんとな。ナイスナイス。あれやれたら結構でかいからな、マジで。超でかいよ。で、そこのね、なんだっけ、ヒヤッピ、ヒヤッピ、ヒヤッピ、ヒヤッパワーアップ、ヤナップ、ヒヤッピ。忘れた。忘れた。そういう名前だった気がする、確か。そう。そいつがね、しっかりとね、買っていかないとあれだからね。で、味方のゼラオラの動き見ておいて、で、中央レーンがどこに行くかによって、ちょっと動きをね、変えていかんというか、変えていけないといけんからね、やっぱりね。下レーン押すんだったら、しっかりと下レーンに行っておいて、行くんだけど、どっち来る？上レーンか。じゃ、今回、かじり亀捨てて上レーンっぽいな。でもなんか、欲張りすが、裏に行ったから、どんな感じにすればいいんだろうね。わからん、もう。わからんな。いろんな戦術あるけどさ、マジで。わかんないよね、こういう戦、そういういろんな戦術ってさ。これさ、こっちいかん。一緒にさ、ゼラオラとか。ソーラービームがあったら正直さ、どこ行っても一緒だわ、今気づいた。ソーラービームってそのためのソーラービームなんじゃないのっていう。だよな、人数、いかに人数不利だろうが、敵の中央レーンが下集まってようが、関係ねえんだよな、ソーラービームさえあれば。崩すぞ。牙城を崩すぞ。ヒーロー剣山。ヒーローは遅れてやってくる。そういうことやっぱり。これがヒーロー剣山よ。ガンガン行こうぜ。殴っちゃおう。ガバイト。あ、待って、3-2、3-2-1でしっかりと。これやる、これやる。さあ、ソーラービームでしっかりと削り取っていく。ナイス、いいね。これができるんです。さあ、あとはしっかりと敵の逃げ筋にヘドロ爆弾巻いておきつつ、しっかりと勝っていく。いや、素晴らしい立ち回り。悪くないぞ、ヒーロー。いや、マジでヒーローだったはず、今のは。ヒーロームーブだね、今のは。あとは、あそこに向かって、ちょっとヘドバック。それ俺の相手の中央レーンってあれかな、S 場かな、わかんないんだけどさ。で、まあ、レベル13をね、俺目指していきたいんだけど、まあ、ここら辺の経験値とかさ、もうちょっともったいないからさ、まあ、上レーンは正直、まあ、1枚ぐらい割られても全然いい。最後の難関、最後の砦を破られんのは結構ちょっとしんどかったりもするけど、まあそこぐらいだったら全然いいかったりもするから。で、俺の目標はレベル13だね。レベル13だったらソーラービーム6秒か5秒に1回ぐらい撃てるようになるから、そこよ、まずは。それがね、めちゃんこそれがめっちゃでかいからね、やっぱりね、やっていかんと、狙っていかんと、やっぱり。で、キルもちゃんともぎ取っていく。まあ正直ザリガニとかはかなくていい気がすんな。ザリガニってあんま美味しくないから、援護しに行く。これ援護しに行こうぜ。氷っぽが多分湧いてるっしょ。わかんないけど。で、多分、来ると、いろいろ来ると思うんだよね。ナイスナイス。来てるね、いろいろ。いるのはわかってる！いる？本当にいた。本当にいた。本当にいた。わかってなかったんだけど。本当にいたんだけど。びっくり。あとはソーラー、まあ、ヘッドバック当ててソーラービーム打った方が全然当てれた方がいいんだけど、スーパー鍋にもしっかりと。あとは、ここにヘドロ爆弾巻いておきつつ、いいね、いいね。で、そこの氷っぽとかもやっていきたいんだけど、あー、ガブリアスが竜巻で、ぐるるるってやられちゃった。まあ、しゃあない。まあ、しゃあないね。で、しっかりとあとは、そこにソーラービーム打っていきたい。てかさ、取られたな、氷っぽ多分。集合できるかな。なんか上レーン結構熱々なんだよね、今。なんか結構、だから下レーン5人いる気がするんだよ、敵。さ、ソーラービーム、ソーラービーム、あ、ピカチュア当たった。めっちゃいい。
ユナイト吐くか。吐く、ユナイト吐いておいて、いいダメージ、いいダメージ、いいダメージ。どう？ダストボタンで逃げよう。うわ、やばいな、ちょっとこれ。ソーラービームって、ソーラービーム打っておいて、くんなくんなくんな、くんなくんな、無理無理、くんなくんなくんな。ソーラービームまだ。いけ、ソーラービーム。だいぶ俺一人で頑張ってない。めっちゃ一人で頑張ってる気がするんだけど、やばい、やばいな。歴戦の猛者って感じ。さあ、経験値もちょっともぎ取っていきつつ、ヘッドバック打って、取れたかな？多分取れた。いや、取れてねえな。まあ、あとはそうだな、もう、しこたまちょっとレベル上げしていくわ。かじり亀取れんくて、レベルが足りてない気もするから。であとは、しっかりと、まずは真ん中の氷っぽとか、中央レーンのも余ってるからさ、ちょっと買っちゃいたい感じもあったりするんだけど、ここら辺とか真ん中のとかはなるだけ敵に上げたくないんだよね。だから、しっかりとこれ、ちょっと、借りつつさ、やっていくわ。敵が。で、あと、もうちょっと攻めてみてもいいかもしれんな、もしかしたら。ヤドランいる、ヤドランいる。スーパー鍋帰った今。あれ、スーパー鍋帰った今。じゃあ、いけるわ、これ。やった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 、いける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 。今ならいけるぞ、今なら。狙い、これ狙い目。ヘドバック置いておいて、さ、こ来るなら来いよと言わんばかりの固定放題。いやー、最高。最高。で、あとは、これもしかして結構早い段階で13レベルになれる。いや、もう2分、3分か、もう3分なんだよな。結構長い間戦ってた気がする。そんな気がする。全然まだ戻たんないわ。もうちょっと早くソーラービームのアップグレードしたよね。で、フリーザが湧く2分前ぐらいまでにはさ、だから残り試合時間4分ぐらい。4分ぐらいにはさ、もうレベル13になっておいてさ、無双したいんだけどさ、さすがに無理か。さすがに無理があるか、それは。で、カジリガメが、まあ、速攻で湧き始めるから、いや、来た来た。もう行こっか。よし、行こう。下で行こう。もう十分。お前、俺がさ、カジリガメのとこ行こうと思ってんのにさ、なんでそんなことするん？なんで？やば。やばすぎる、今のは。めっちゃ、爆速で溶けてたんだけど。爆速で溶けてたんだけど、ちょっと予定が狂った。カジリガメみんなで殴ろうと思ってたんだけど、予定が狂った。アマージュが来たから、めっちゃ予定が狂っちゃった。なんかいろいろ来てんだよな、ちょっとな。だけど、最後まで殴り切るしかねえよな、もうな、そうだよな。殴り切るしかねえ。さあ来た。ソーラービーム、ソーラービーム来た。取った。うわ、最悪。ミスったー。ミスったけど、まあゴール内だったら全然いいんだけどさ。痛いやつ、ゴール内、ゴール外でも戦えるからあいつ。さあ、マージュにしっかりと。さあ、強化攻撃打てばいける、打てばいける。で、ちょっとさ、真ん中行かないとマジでやばいんだけど、裏取りゴールもいいんだけどさ、真ん中行かないとマジで終わるぞ、本当に。裏取りゴールばっかやってる場合じゃねえぞ。な、これさ、ね、二落ちしてるからさ、これ、みんなでここ殴っちゃえばもう多分終わってたんだよ、俺。フリーザー。もったいないだから。めっちゃもったいないだから。裏取りゴールよりも、セラオラがいるの見えたから、ちょっと無理だな。一旦引こう。一旦引きつつ、で、ヘッドバック準備しながら、アマージョとか寄ってきた瞬間に、やっていくみたいな感じでいく。いや、無理だな、あれ無理。あ、でもナイスナイス。めっちゃナイス、めっちゃナイス。あとは、ユナイトしっかりと吐いておいて、アマージョやった？アマージョどこ行った？あれ？どこにいる？どこにいる？どこにいる？うわぁ、ちょっとしんどいなぁ、だいぶ。スーパー鍋が俺のこと多分捕まえに来てんだ、あいつ。あいつ、俺のこと捕まえに来てるんだよね、きっと。そうなんだよね。だから、そこにソーラービーム、ソーラービーム硬い。ナイス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 急行、ナイス急行。で、アマージョにもしっかりと、ソーラービーム、ナイスナイスナイス。うわ、また最悪、アマージョ外した。アマージョにソーラービーム外したらマジで痛っ。ソーラービーム俺のやることはただ一つ、もうコンスタントにソーラービーム当てていくだけ。それだけで勝てる。それだけで勝てる簡単な。お仕事、ソーラービームえ、うまっ、あいつマジで言ってる。ガチ言ってる。ソーラ取ってくんの。めっちゃうまいじゃん、あいつ。ただ、止めれるかな、わかんないけど。止まらん気がする。ちょっと待って、落ち着け。止めたね、じゃあ、勝ちかな。待って、最悪。それ、マジ最悪。なんだこいつ。やばい。通しちゃった。まずい。通しちゃった。でもさ、50ぐらいだったらいけるか。わかんない、でも。50ぐらいだったらいける気もするんだけどさ。いや、俺さ、この S 場止めれんので S 場止めれんくて負けたらマジで泣く。いや、でも、しゃあない。相手のウーがね、マジで、うますぎた、最後のラストヒット。ソーラービームのタイミング俺と完璧だって気もするんだけどね。あぶねえよかった相手のさ、アマージョの名前がさ、友達をくださいっていう名前だったんだけど。かわいいな。
悲しいなぁ。まあ、確かにこの手のゲームってなぁ、友達がいた方が楽しかったりするもんね。なんかね、やっぱり。俺もエイペックス、友達、てか一緒にやる仲間がいなくて、ソロマスター一人で行っちゃったもん。ちょっと待って、取っちゃったまた。そう、一人でね、ね、行くことになっちゃったからね。悲しき化け物よ。6ポイントしっかりと詰め込んでおいて、あとはしっかりと引きたいんだけど、うわぁ、だるいそれ。やばぼ、あ、ぶりぶり。殴りすぎ君。ちょっと、走って。やぶれやったな、もうよくも。さあ、第2ラウンドと行こうぜ、第2ラウンドと行こうぜ。あとはしっかりと葉っぱかったらしっかり取っていくのみ。オッケー、ナイスナイス。さあ、流れ、変わったんじゃないか、お前、それは。流れが、変わったな。そうなっちゃうわけよ、そうやってさ。で、5ポイントちゃんと決めていこう。でも、こういう時に心配なのが、敵の中央連のやつが、ね、上がってきたりするんだよな。それが、めちゃくちゃ怖い。でも、まあ、あとは、欲張りさんもう放置でいい、あいつはもう。あいつはもう適当に帰ってくるから、欲しがるで。欲しがりで適当に帰ってくるから、いいね、トドゼルガ。やけに緑なトドゼルガだね。トドゼルガの顔ってすごいピエロみたいでさ、めちゃ怖いんだけど、超怖いんだけど。なんかこれ気持ちわかる人おらん、マジで。ナイス、ナイス、なんか思ったよりなんかダメージいったな。あれかな、なんか、一旦こいつき、あー、未来予知か。未来予知型か、サイコショックの方が多いから、全然びっくりした。未来予知型で。ちょっとこの辺の、ね、ヒヤッポちゃんと買っていこうぜ。びっくりした敵かと思った。あれ取れる？あれ。いや、取れんか、さすがに。まあ、しゃあねえ。でも、ここはね、しっかりと。いや、結構野生モンスター狩り早いんだな、あいつ、マジで。超早い。いや、俺もヘッドバックちょっとちゃんとね、覚えていかないとね、あれだからな。ヘッドバックちょっとちゃんと、覚えていきたいね。で、上のあそこは？あー、結構あいつももう、結構あれじゃない。もう、猛攻ダメージがなんか積んでんじゃないの。で、学習したみたいな、ね、あいつはもう、欲張らずに帰ってたぞ。偉すぎる。で、相手ね、味方の欲張り率が敵の中央レーン荒らしに行ってるっぽいね。でもなんか、敵の中央レーン映ってなかったんだよな、欲張り率の視界に。だから、どうだろうね。まだ下レーンとか残ってたんかな、わかんないんだよな。まあ、でも、ちょっと、そう、サーナイトが下行くタイミングで、友達をください。見た今の。いたよね、今ね。友達ください。そう、友達ください。いるんだよ。ちょ、ビビってさ、あれだったんだけどさ。ヒーローは遅れてやってくんだよな。ガンガン行こうぜと。ガンガン行こうぜ、ムーブ。ちょ、だるい。俺狙ってくんの、それさすがにだるいわ。ちょっと逃げつつで、あとはあそこに向かってヘドロ爆弾からの葉っぱカッタームーブで、まあ、最初にちょっとこれだな。こいつをまずは一緒にちょっとやってしまうとな。まずはね。で、葉っぱカッター打っておいて、ちょっと出すボタンちょっとなかったわ。もうなかったわ。いや、だるい、それ。待って、死ぬ。マジだるい。大変だな。今回の相手めっちゃ大変だわ。やばいわこれ。敵にさ、結構いろいろやられたらさ、しんどくなっちゃうからね。突っ込まれたらマジでね、どうしようもなくなっちゃうから、ちょっとこれ欲しい。な、来たソーラービーム勝ちました。ちょっとガンガン行こう。ガンガン殴っちゃおうぜ。味方に殴らせて、あとソーラービームで俺がカッサラムみたいな感じでいけたら結構最高だから。特防避けて勝ち。さあ、これしっかりとソーラービームでしっかりと取っていく。でかいぞ。ガンガン行こう。ああいうサーナイトはね、もう近寄られたら何もできんくなるからね、やっぱりもう。で、しっかり敵がいないのを確認してから30決めていこう。ナイス、いいね。で、ゼラオラがいるの見えてんだよな。いるのは分かってる、いるのは。で、ロトムをちゃんとね、取りに行きたい。ロトムをね、まずね、ちまって。でもさ、あのゼラオラ無視しちゃうと野生モンスター全部狩られちゃったりするんだよね。だから多分今回野生モンスターね、お互いに狩り合ってると思うんだ、結構。変な感じで。来た。ソーラービーム。めっちゃいいダメージ。クソいいダメージ入った。あとは、あそこにも、しっかりと、巻いておきつつ、あとは、ユナイト入ったな、今。見えたな、ユナイト入ったろ。いやー、逆っちゃった。まあまあ、いや。じゃあ、あとは俺に任せてくれ。ラストヒットはもう絶対取るから。俺持ってないんだよ、今ね。持ってないんだよ、ユナイトじゃないじゃん。なんだっけ、ソーラービーム溜まってなかったんだよ。めっちゃ全部適当。さあ、バチンと。いいね。これバチンキーだね、これが。あとは、サイコショック打たれるがもう関係ねえんだわ。あとに、あそこに巻いておいて、で、ユナイターさしっかりと吐いておいて、ウィン、バチンと。で、どこ打った俺。敵がもう全員、敵が全員死んでてさ、ザリガニに打っちゃった。まあ、いいとしようじゃねえか。で、一旦引きつつ。いや、こんなでもね、バチバチに押せることないからね。あとは、いや、いる。全然いる。ナイスナイス。当たってる。ナイス、いいね、最高。未来、あいつ結構上手くない？未来予知あんな当てれるって結構すごい気がするんだけど、俺。サイコショック派なんだけど、なんでかって言ったら当てれないもん、未来予知。なかなか使いやすいからさ、サイコショックの方が。
で未来予知あんなバンバン当てれるんだったら未来予知楽しいだろうな。未来予知って理論上はもうあれだもんね、サーナイトの中最強だったりするもんね。なんでかっつったらあれなんだよね。これはもうしっかりとヘドロ爆弾で毒状態にしながら特防下げて、あとはソーラビーも打ちたかったんだけど、シャーナイトは一緒に殴っていくのみなんだけど、ナイスいいね。あとゼラオラやばいな。一旦ちょっと引きつやっていこう。ワイルドボルトは味方に吸わせよう。で、ソーラービーム打っておいて、あとはちょっと敵が食う前にしっかりと俺が食っちゃうよ。食っちゃうよ。いけるかこれ。いや、いけそうだ。全然余裕だね。一旦じゃあ、ヘドバック巻いておいて、ヘドバック巻いておいて、で、あとは友達ください。友達くださいと同時に。うわー、ちょっとなんか欲張っちゃったな。良くない感じになっちゃったね。なんかね。敵がさ、ね、あのさ、敵が、俺たちのゴールを割ってくんないとさ、レベル13になれないのよ、きっと。多分ねが湧かないからさ、氷っぽか。氷っぽが湧かないから、なれないのよ。頼むわ、だから割ってくれ。上レーンかどっか。上レーンならもう差し出すから、笑顔で。よろしくお願いしますって差し出すから、あ、いいで割ってくれそう、あいつ。不思議花が言ってる。で、キルで補おう、経験値は。キルしよう、キルしよう。はい、ソーラービー当てて。あ、ちょっと待って、落ち着け。いや、切ってもよかったね、ユナイト。ユナイト切っていいね、あれ。どういった、どういった。さあ、ユナイト入って、ユナイト入っておいて。来た、来た、来た。ソーラービーム、ソーラービーム。来た、うまっうまーいいね、うまし。うましって感じ。あとは、野生モンスターだね。13レベル。13レベル目指してね。で、味方にも撤退。撤退コール出しておこう。もう、あそこのゴールはさすがに貫けん。さすがに無理だからね。それはサーナイトかかるかな。サーナイトも多分レベル13でなんかアップグレードだった気がするから。まあ、あとは野生モンスターが湧くと思うから、ちょっと一緒に、この辺とか枯らしてもらって、まあ、ソーラービームアップグレードして何秒に、6秒に1回ぐらい打つだけでだいぶ変わるから、敵からしたらめっちゃ、敵からしたらね、もうね、嫌ったりあらせんからな、マジで。これもちょっとね、一緒に借り尽くしていきながら、あとちょっとだね、これは。かじり亀どうしよっかな。揃うかな、かじり亀。揃えたらなかなかいいんだろうけど、みんなのレベルも上がってさ、いいんだろうけど。あとちょっと念には念をで、ここだけ。これだけ枯らさせてほしい、これだけ。これだけ枯らさせてほしい。じゃあそっちちょうだい、そっち。こっちだけ枯らさせてほしい。ナイス。で、あとは、アップグレード終わったからね。で、ソーラービームを、もう連射できる。連射できる力を俺は、携えだから、頭殴っていくんだけど、まあ、でも、殴ってない。いや、これちょっと、早めのヘッドバックと、ソーラービームで、先手打っといて、こういうとこもしっかり3、2、1。いや、いけるか、いけるか、いけるか。いやー、間に合わんか。いやー、あのね、ゼラオラと不思議花がね、ちゃんと来たの偉いね。めっちゃちゃんと来たの偉い。で、そっから、ちょんと行こうと思ったんだけど、うわ、めっちゃ殴ってない、もうあいつら。やばいじゃん。超殴ってんじゃん、あいつら。なんで？実はソーラービーム打っておいて、で、ここかな、ここかな。結構いい感じだと思うんだけど、全然殴ってなかった。さあ、ソーラービームでしっかりと。結構キューできたくない？ソーラービームで。で何あれ、ゼラオラあれ。あ、味方のゼラオラか、あれ。いいね。敵の心も、しっかりと、ぶち割って100ポイント。最後に100ポイント決めさせて。いや、この最後に100ポイント決めてから終わりたいよね。でもなんか決めれなかったらなんか負けた気分になる。勝ったけどさ、なんかこう負けた気分になる。最後決めれんかったら。そんなこともないか。でもソーラービームね、テクニカルショットできるってマジ気持ちいい。